お世話になります、ひとりでございます。あらゆるゲームには発売前にできる体験版というものがありますよね。ポケモンではみんな大好きレッツゴーピカチュウ EV でその体験版が存在しています。で、ポケモンといえば出現率がかなり低い色違いが人気だと思いますが、体験版では出現するのでしょうか。気になりますよね。という趣旨の DM を視聴者さんからいただき、私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は体験版で色違いは出現するのか検証していきたいと思います。はい、ということで体験版ね、ちゃんとこのように書いてあるやつを起動してやっていきたいと思います。私ね、これ普通のやつすらやったことないんで完全に初見ですね。使うコントローラーのボタンを押してください。プロコンじゃできねえの？マジか。ポケットモンスター。はい。あ、EV の方か、これ。体験版やっていきましょう。うおー、いいね。めちゃめちゃいいじゃないですか、これ。すげえ。グラフィック超いいっすね。おー、気づかんかった。君がポケモンの調査を手伝ってくれるお友達かな。ブイブイ。まあ、とりあえず、操作感とかも全然わかんないんで進めていきたいと思います。一応ね、本気の博士走るの早すぎでしょ。あ、戦えんだもうすでに。てか初めからボール100個あんのはありがたいな。あー、そういう感じね。ポケモン GO に近いんだね、捕まえんの。わかったわかった。あ、てか初めからポケモン持ってんのかよ。はじめっからゼニガメ人影ニャースピカチュウ不思議だねとかいいんだ。知らなかった、まあ、やっていきましょう。お、誰か戦うの。メラメラバーンって何それ、初めて聞いたんだけど、そんな技あったっけ。はい、ここで調査終わる？え、もうこれで終わり？もしかして体験版。え、これで終わりかい。時輪の森出るだけで終わりなんだ。あ、マジか。あ、レポートもできないんだね。もう本当に10分ぐらいしかできないんだ、体験版。めちゃめちゃ短いじゃん。じゃあ、その中でやらないといけないってことね。しかもそこまで来たらもう切るしかないんだ。あれ、次、ポケットモンスターピカチュウになった。変わるんだ。で、まず基礎知識として、まあこれ調べた情報なんですけど、ピカブイってシンボルエンカウントで色違いかが分かるとのことで、で、色違いの確率は普通のポケモンと一緒で4096分の1とのことらしいです。で、ピカブイは連鎖することもできて、連鎖することで色違いの確率上がるみたいです。だからダイパーのポケトレみたいな感じですね。なのでちょっとゲットしてね、やってみたいと思います。はい、ゲットする。はい、で、同じポッポだけね、捕まえていきたいと思います。はい、ゲットしました。なんかもらえるかな。あ、連鎖ないのかな。あ、連鎖ありますね。連続ゲットに成功中ということで、これを31連鎖までやると1024分の1まで上がるとのことです、確率が。まあ、で、ダイパーのポケトレと違って場所とかね、全然移動しちゃって大丈夫らしいですね。草むらとかも限られてないんでやりやすいんじゃないかなと思います。あ、しかもほぼ捕まってくれるからモンスターボールで全然大丈夫ですね。100個もあれば多分30はいけんじゃないかな。はい、連続ゲット3。まあ、これ31までいきましょうか。まあ、他のポケモン戦ったらダメなんで、ポッポだけ狙っていきましょう。わあ、やっちった。バカ戦っちった。ひでー、たぞ。いや、これで、ね、他のポケモン戦っちゃったら終わりなんで、いや、もう逃げるしかないっすね。連鎖終了ということで多分捕まえても無理だよな。あ、続くんだ。他のポケモンと戦っても、あ、捕まえなきゃ連続ゲット続くんだ。コンボ切れるの改めて調べてみましたら、別のポケモン捕まえたりポケモンに逃げられたり、あとゲーム終了したりとか、そうすると切れちゃうみたいですね。あ、じゃあかなり難易度的には優しいかもしれないですね。はい、これで31連鎖達成しましたと。結構余裕でしたね。他のポケモンと会ってもいいっていうのがめちゃくちゃやりやすいですね。
あとはもうポケトレと一緒でこれ以上ゲットしても確率上がらないらしいんで、こっからはね、あともう色違いが出るまでひたすらこの辺歩いたりし続けるってだけですね。一応放置してもいいらしいんですが、まあ暇なんでね、私歩きながらやりたいなと思います。あと適当にねポケモンとぶつかっちゃったりすると嫌なんで、ここまででねだいたい40分ぐらいかかりましたんで、まあ、そんなねかかんないんじゃないかなと思うんですけどね。まあトータルテンボスの抜き差しならないとでも聞きながらやりましょうか。さすがに海外ドラマ見ながらやるのはきつそうなんでね。うわ進化させちゃったそこまでやっちゃって、うわとかめちゃめちゃ進化かっこいいじゃん。ピカブイあんな上から落ちてくんだ。ゼニガメも進化だ。カメールもゲットだ。不思議だね、もう進化不思議そうになっちゃったね。あ、いた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 、色違いいた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 、こいつ絶対そうでしょ、絶対そうでしょ、ようやく出てきた。行きましょう。マジか、来ました、来ました、出るんだ、ちゃんと出るんだ。あんま色違いか分かんないけど心臓バクバクいってる。かかった時間合計4時間ぐらいですかね。なのでかなり早いんじゃないですか。これもしかしてスモールのやつってもともとちょっと光みたいのがあるんですけど、色違いはやっぱりちゃんと分かりましたね。じゃあ捕まえちゃいましょうか。出るんだ、いけ、オッケー、エクセレント、きた、金ピカゲットできるか。できるよね、てか一回もゲットできなかったことないからね、どんなゲットの仕方でも。オッケー、ポッポ捕まえた、色違いゲット、別になんもないんだこれ、色違いゲットボーナスみたいなやつ。いやすごい、でも515って結構すごいかな多分。うわもうすごい、リザードとかもめっちゃレベル上がってるし、カメールとかも21レベルまでになっちゃった。すごいことになってますね、本当に。乱れ引っ掛けとか覚えるし、覚えさせないよ。はい、連続ゲット60でね、色違いちゃんとゲットしました。ちゃんと今色違いマークついてましたね、ちょっとすぐ飛ばしちゃったけど。はい、これで見ていきましょうか。多分見れると思うんで、色違いこいつかな、様子を見ていきましょう。来ました、色違いポッポ、すごいねこれ、出るんだねちゃんと、最高でしょ。控えめな性格。2023年3月30日、これまあ、全くずれちゃってますけど、時はの森でレベル5の時に出会った昼寝を良くするということで、ちゃんとね色違い確認させていただきました。でもこれまあ時間的には結構かかったかもしんないですけど、光るお守りなしですからね。でなんかいろいろポケモンが出やすくなるアイテムとか、このピカブイではありますけど、それとかも一切使わずやって4時間ぐらいで出ましたから、結構ピカブイって色違い捕まえやすいんですよね。いやでもこれ遅れないんかな、EV の方クリアしてそれで普通に何も起こらなかったんですけど、ピカチュウの方もクリアすればもしかしてデータ送れるとかあるかな、ワンチャン。なのでちょっと一回クリアしてみましょうか、これとりあえず。はい、ようやくクリアですよ。行きましょう、ポッポだらけ。調査終わる。はい。これどうなる？どうなるか？よくぞここまでたどり着いた、ピカチュウもお疲れ様。ポケットモンスターの世界はどうだったかな？ちょっと待って。61匹もポケモンを捕まえたのか。え、褒められねえんだ。ポケモントレーナーの才能があるようじゃな。これも地味にちゃんと新セリフっていうか、まあそんなやり込んでないけど、これは。この世界にはまだまだたくさんのポケモンがいる。褒められたからこれも一応いいんじゃないですか。ちょっと待って、なんかある？うわ終わり？ちょっと待って待って、これで本ボタン以外何も押せない？待って、本ボタン押して、終わりか、無理か。ちょっと待って、これで一回消してみよっか。消してもう一回つけたらどうなるかな。うわ普通に EV が始まっただけだ。うわマジか、せっかく捕まえたのにいなくなっちゃった。ということで検証結果、体験版で色違いが出たー、おいため
でした。これはさすがゲームフリークといったところでしょうか。体験版で連鎖の要素もしっかりあり、色違いも出る設定にしているというね、最高ですね。私は体験版を4時間ほどもプレイしたので、体験版でねここまで遊ばせてくれる企業はなかなかないことでしょうね。こんな素晴らしい体験版なら、体験版やりながら一緒に弾きたい現場もね。テロリストじゃ